Hey yo! ケンツ飯です。ということで、今回もクルーやっていくんですけども、7000プレイ出ましたね。いえいえ、ポンペオとハディ。7000。この方、前シーズン全然やってなかったのに、急にバゴン伸びたなと思って。アウトロック活、強いんかな。まあ、そんな感じで、ケンツ飯センスは沼りましたと。沼り申したと。まあ、でも言うて、6434の294。294沼なんで、まあ、まだ回ると。前シーズン59位で、シーズン終わりの1日前に29位、展開到達した時は29位だったんですよ。なので、今の29を見ていくと、今の29位見ていくと、6849。だから、6849到達して、1日置いたら59位になるってことなんで、まあ、最終日で30位、10位が上がるって感じになりますね。で、2日間あるので、多分、30位、50位ぐらいまでは7000できると思うんですよ。なので、7000プレイヤーになるのが、まあ、今シーズン目標かなというところで、最後に滑り込みいければいいんだけど、いいんだけど、ちょっと、この土日、ちょっと休みで遊びに行ったりするんで、ちょっとね、危ういね。明日1日できないんで、明後日1日で、なんとかあげようかなっていう感じでやっていきたいと思うんですけど、まあ、神器使ってて、あの、ザッピー型ね。これ結構ディガポイとかしんどくて、あとフリーズがめっちゃ多いんですよ、フリーズが。フリーズとかに縛られまくって、めっちゃトロ落ちちゃったりとか、神器同士で負けたりとかしてるので、ちょっとおつらみが悔しい、いつも勝ててる相性のやつにも負けてしまうって感じで、まあいろいろとね、悩んでるというところで、まあまたね、練習とかしていきたいんですけど、インドルがクソ雑魚なんでね、クソ雑魚になるので、どうしようかなってところで。で、今回は、もうグラチャでやっていくんですけど、多分、ボムタワークロス強いんじゃないみたいなところで、バランス調整でボムタワーが4コスになるので、まあまあ、それを想定して、もう、ボムタワークロスやっとけば、みんな、バランス調整来た瞬間、ボムタワークロス使えるじゃん。で、調整後も使うんだけど、結局。今から使いとっても、まあ、いいかなっていう感じですよねっていう。で、インドラとかノックバックが雪玉なんですけど、まあ雪玉でやっといて、で、マルチはまだ俺今シーズン大事にしてるんで、ちょっとごめんなさい。あの、気抜くとマジで溶けてくんで、こんな感じで、ナイトが情報収集されるのナイトでって感じですね。これが俺来るんじゃねえかなと思います。で、まあこれ、ボムタワー4コスじゃないんで、まあこれで行ってみようかなっていう感じですね。あと、マジアチャだけでカードフルカンストなんで、マジアチャあと7枚ね、フォーチュン来たり引いてきたいんだけど、全然来ねえっちゅうね、感じで、やってますけども、さあ行きましょう、ババン。今ね、グラチャで俺10勝、ごめん待って、あ、始まった。今10勝、12勝、10勝、12勝で、まあ、ラバルとかも練習してるので、ラバルとかの動画も出しつつって感じでやっていきたいですね。まあ、とりあえず今シーズン終わってしまえば、マルチとかガンガンできるんで、やっぱ終盤はね、マジ大事にしていきたい。そう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 。ボムタワークロスは、まあ、テスラクロスと一緒なんで、大事にね、大事に使っていきたい、ボムタワーを。で、バランス調整後はコスト下がって、HP が減るんで、火力は変わんないと。なので、体感は、一緒なのかなっていう感じですね。さあ、ここもクロスボ立てて、で、スノーボールとかで、これ手前にノックバックさせちゃいましたね。まあ。若干入るね、オッケー。で、このノックバックが難しくて、慣れないうちは、相手のバルーンを加速させてしまうこととかもあると思うので、これスノーボールがゆえに、ちょっと辛いねっていう枯渇が、なんですけど、ナイトが、このゴブリンワンパンできるようになるらしいんですよ。で、なんか、5% ダメージ、増えるだけだと、計算が足りないらしいんだけど、1.05 倍すれば多分、死者誤入して足りると思うんで、おそらくだけど、まあ、そんな感じで、バランス調整で、ゴブリンをワンパンできるための調整だと思うので、多分強いと思いますね、相当。へい。よいしょ。で、これ、ウッド転がすと、まあ、いい感じになるんですけど、まあ、無理ですと。で、これは、こんな感じで、これ、手前来てる。
来てないですね。来てないですね。ということで、ちょっと俺のね、雪玉がヌーブだったんですけど、普通にバレルに対して確か雪玉やりゃ完璧できるんで、まあ、単体で来なければっていう感じですね。で、あとはこのテスラをどうするかなんで、テスラをどうするかなので、ここにボムタワーを置いてあげて、よいしょ。ボムタワーを置いてあげて、なんとか処理してあげて、オッケー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 。ロケットが辛いねと。これ雪玉ですね。雪玉ファイボで処理してあげて、なんか追加してきたら受け切るって感じですね。まあまあまあ、ロケットが CV のテスラがまだ強い。テスラもな、言うてまだ強いと思うんですよね。で、これわかんねえ。これテスラで来るか、ロケット撃ってくるかわかんないので、こうやってテスラで受けてきた場合は、すぐに消してあげると。ただこれターゲット取ってんのが、クロスか。今チャンスでした、チャンスだったので、そこはしっかりと狙っていきたい。こんな感じで、アーチャープラスの、この雪玉で処理とかできるんで、もうそこら辺を生かしていきたいですね。で、ここはボムタワー。ワンパン、いや、ツーパンか。これはダメージ変わんないんでね。レゴクロスと多分ロケットで巻き添え食らうんで、で、こうアイスピだけ出しておけば、もしテスが来ても、OKOKOK、いい感じですね。で、これを後ろ側にと貯めてあげて、これボムタワー2個目ですね。OKOK。で、これはちょっと許容してあげて、よいしょ。うん、ファイブ打ってあげて。ボムタワー重くね、これクソ地味な戦いなんだけど、どっかで手札高回転させなあかんのですけど、よいしょ。ボムタワーがめちゃくちゃ重て、よいしょ。ロケットはまだ打ってこない。よいしょ。ナイト出て、雪玉が出て、ちょっとラグいよ。ちょっとラグいよ。ちょっとラグいで、ラグいでござるよと。やべ、終わったくせえこれ。ロケット削りで終わるんだけども。ちょっとラグい、ラグい。ちょっと出てくれ。頼む。出てくれ。ですよねー。よいしょ。いや、めっちゃラグくない?どうした?どうしたどうしたお前どうしたどうしたワープしてんぞ。ただこっから勝つ男、こっから勝つぞと。めっちゃラグいぜ。ワープしたぜ。大丈夫か。オッケー、これで勝ったかな。なんかごめん、すげえピュン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 飛んじゃったけども、まあ現状のボムタワーでこれなんで、まあ許してあげようって感じではあるんじゃないですかね。現状のボムタワーでこれなんで、これがコスト1下がるとなると、どうなんだろうなぁ。言うてな、ボムタワー瞬間火力出ないんで、クロスボウと組んだところで感は否めんすね。ジャイに結局突破されるもんな。難しい。ミニペとか入れたクロスとかだと、ボムタワーとかの部分の弱点を補えるのかなっていうところもありますね。さあ。で、これが、ノックバックするようになるんですよ。この、スノーボールとかで。今はノックバックしないんで。今はノックバックしないので、よいしょ。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。ここも立てていこうか。で、ここを立てれば、まあ、クロス突破されたとしても、このボムタワーで後取れるんで、オッケー。アイスピで、よいしょ。そっち止まる?まあ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 。こんな感じでね、ボムタワーがこう処理してくれるんで、優秀なのかな?小女ババとかに対して強いと思うし、まあ、ロイホクはそんなにいないからな。まあ、ホグに対して4コス、同じコストで対応できるっていうのはでかいかなっていう気がしますね。だボムタワー無駄に範囲攻撃なんで、まあ、そこがどうなのかなっていうところで。おっと、もう、今日のアイテムみんなロケット打ってくるな。で、これは、こんな感じで、ターゲットとか変えてあげて、
ベビドラがね、今でも強いから、そこでさらに評価っていうのはちょっとね、嫌な予感がしますね、俺は。ボムタワー立てといて、だいたいミニペトパルキリーが手札にずっと滞ってるんで、これ立てて、アイスピカナイトで受けて、守っていきたい。間に合わんな。よいしょ。オーケー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 。よしよしよし。オーケーいいぞ。で、アーチャーとか来たら、防いであげて。ボムタワー、意外と射程長いからな。ありですね。で、ここら辺で、これやるとベビドラがノックバックするっていうような仕様になるわけですね、今後は。読まれた。読まれたか、これ。なんとか、あー、厳しいか。出してあげて処理して、どうかな。今日の動画は別に相手がうまいとかそういうのじゃなくて、使用感、こういうさ、ベビドラ来た時にやっぱボムタワーで受けるのがちょっと渋いかなっていう気がするんで、なんとも言えないよね、そこら辺は。ロケットだよね。おまあ、そういうこともあるよね。今ちょっとロケットの軌道的に大丈夫かなと思ったんだけど、ボムタワーなー、どうだろうなー。ボムタワーじゃなくてこっち型もあるよね。さてはこれ型もあるよね。これ型にして、真面目に組むとするならば、これでこうしてあげて、対空が渋いんよな。そうなると、だから対空は荷積みが安牌な気するんで、アイスピじゃなくてスケかなーっていう気するな。これでちょっともう一回いって最後にしましょう。まあ、こんな感じで、まあ、今までのデッキにこう強くなったカードを混ぜ込んでいくことで、見つかることもあると思いますので、そこら辺もね、意識してやっていきたいですね。まあ、インフェルノタワーが強そうだよな。インドラが減るんで、割と次はゴレ環境な気がしなくもないですね。ゴレムードとかいそうですね。これな、これとりあえず逆サイいっとこうか。逆サイいっといて、なるほど、これはしゃあねえな。これはしゃあなしと。で、そっちにターゲットを取ってくれるものは構わんと。オッケー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 。で、このムートが、これ、HP は別に多くなんないけど、稼働時間が、稼働時間が10秒増えるってことは、HP は変わんないけど、減ってく速度が遅くなるので、今までこう、殴ってたムートが、あれなんですよね。めちゃくちゃ伸びるんと思うんですよ。だってさ、10秒だぜ。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、こんだけ変わるんですよ。こんだけ伸びるんで、いや、めちゃくちゃダメージ入れてくれそうだと思うんで、しかもノックバックがウッド以外しないんで、そこもアチーかなと思います。さあ、ここは、これ、タゲ変わんねえな。なんなら破壊されるまであるんで、よいしょと受けてあげて、ここは一回簡単につなげていきたいかなって感じですね。このムートが強い。このムートが強い。で、ダックプリとかで受けてくるかな。ゴレって4コスト出した瞬間にクロス立てれば、相手ゴレ受け間に合わないんで、そこを狙っていきたいが、よいしょ。とりあえず相手がベビドラとか、そこら辺出してくれることを祈って、はいはいはい。これ、操作いい。で、はいはいはい。なるほど。ザップももう切ったので、ここは守っていきたいね。あ、今か。ちょっと回った。で、ここウッド打っといて、よいしょ。で、ここでムート貯めてあげて、貯めてあげて、この前に大砲が行った状態での、こういう感じ？あ、プリンスが強い。ただ、これで消せ。
若干ダメージがあるけど、はい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 、ムートあり、ムートあり、めっちゃ、ま、めっちゃ感染者がこれで遊んでるわ。うんふんふんふん、これ一旦防衛クロスから組み立ててあげて、 PP がね意外と強いっすよねっていうところで、こう突進を入れたくないので、よいしょと。でこっちターゲットラステからこうしてプリンスだけ引き剥がしてあげて、メガゴで処理して、ここでこんな感じで、なんとか、なんとか頑張れ。オッケー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 。どうしようかな、これな、相手多分7キロ君を守ってくるんで、割とゴレ出す瞬間の、こっちが刺さる説ある。で、よいしょ。ただ、防衛施設がないので、そういうあれが。こんな感じで守ってあげーの、これこっち、あー俺のアーチャー、俺のアーチャーが、でこれは守らんとあかんのでウッド使ってあげて、いけムート刺され、惜しい。ここも逆クロスじゃなくて一回一回防衛からですね、一回防衛から入ってあげて、よいしょよいしょと。やばい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 。やばいが、しかし、ムートが強いよねっていう話ですね、これは。これは大丈夫。オッケー、受け入れる。ね、どうしようかな。プリンスがいるんだ、相手。ここで、もう一回ボイクラス。ごめんね、ちょっと待って。長い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 。視野が長い。相手が、ポイズンとかそういうのないんで、ここで一回ボイクラス立ててあげて、こんな感じでやっていこうか。で、出して、これ、あーっと、メガゴ同士がやってるが、自陣のタワーのおかげで、アドバンテージができたと。で、ここで逆サイ来て、OK、ここだ。ここで逆サイ飛ばしてあげて、もはやこれもぶっ破して、これもぶっ破してあげて、これでターゲを外したい。OK、外した。で、ザップって戻されると。それはおつらみが深いですね。ただ、ただ、ちょっとダメージ許容してあげて、刺さっていく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 。さあ、どうだ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 、どうなんだ、どうなんだ、まだ回るか、まだ回るな、まだ回る、まだ回る。で、これでどっちも消せる状況、待って、時間が足んね、時間が足んね、時間が足んね。終わった、終わった、終わった。時間が足んね、ご了承される。俺はこっちの、こっちを刺すぜ。頼む、頼む、頼む、頼む。おい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 って感じで、まあ、ムート、ムートの調整で変わるかな。まあまあまあ、引き分けっちゅうことで。まあでも、どっちのウッドのね、竹外しとかそういうところに参考にしてほしいんですが、まあこんな感じで今日はちょっとね、新カード試してみるっていう動画で、やってみました。また、明日以降もね、動画上げたり、まあマルチの方やっていきたいと思いますので、ぜひね、皆さん、チャンネル登録、高評価お願いします。今日暑いな、ということで、じゃあ皆さん体調管理に気をつけて、おつめし、バイバイ。